おはようございます。おはようございます。あのすいません、今日は何をしに行くんでしょうか。今日はそうですね、まあ27にもなったことですし、ちょっと大人の遊びということで、手長エビ今から取りに27になって27にもなった大人の遊びということで手長エビを取りに行くということで、はい、手長エビ取りに行きたいあ、この棒は、これは網っていうことで。そうですね。なるほどなるほど。これ手長エビを取る。これでもう手長エビを乱獲しに行くと。なるほど。まあ田舎ならではのね。まあそうですね。ほんでまあ今一番流行ってるものって手長エビなの。なきゃあるかやばいなぁ、27で手長エビ取ることになるとは思わんかったな。まああの全財産をはたいて網とバケツ買ったら。あ、すいません、ありがとうございます、はいこれで晩ご飯美味しいって長エビが取れたらなもうあんなんお金なさすぎて自給自足してんの最近は。もう基本働かなくても食うていけるんですよ。ああのその辺に生えてるものいるもので基本的に賄えるんで、ね、日頃の食事は。はいはいはい。皆さん心配してると思うんでご飯今こんな感じやでっていうのだけもらえれば。手長エビは俺は反対してるんだけど猛反対してるけど無理やり連れていかれてるみたいな状況だ。絶対おるな。もうね、田舎育ちの僕はね、もう分かってるんですよ。こっからこうやってガサっていくと、何やかしが引っかかるっていうのは分かってるんで。はい。今押したら落ちるんかな。わかるわ。え、ってか全部手長やで、これ多分。して。下手し。すげえ、水面に映る君らの顔しか見えない。すげえ。ほら。イェーイ。でかいでかいでかい。ベイビーボーイ、私はここにいるよ。どこも行かずに待ってるよ。湯の場ねのんりだからこそ、心配しなくていいんだよ。どんなに遠くにいても、このふふふ、言いたいことわかるでしょ。あなたのことを待ってる。んなことよりお前の方は元気か、ちゃんと飯食ってるか。畜生、やっぱ言えねえや。また今度送るよ、俺からのレター。え、でも、どれ手長ないこれ。これか。これ手長いやん、これ。ほんまや。前。ほんまや。手長い。分かっちゃうんですよね。ここに絶対いるんで、これ突っ込んでカシャってやると取れちゃうんですよね。はっ！これ手長いけど、こんな長さ。ちょっと長いみたいな。おう。君ほんまに手長エビこれ君ちっちゃいし。あ、お願いします。はい、移します。泥抜きっていうことですね。そうですね、やっぱり出ないと食えないんで。うおー、すげえすげえすげえ、いっぱいいるなにこの光景ゴッパウ、ゴッパウゴッキョウこれ1日経って水あの泥抜きが終了したっていう感じなんですかね、今ね。そうですね、うん、だいぶ色も白くなって。これで食べれるんですか。これでまあ多分生でも大丈夫だと思いますね、これだけ白くなれば。あ、なるほど。本当に美味しいんですか。
まあ、あの最後に食べたの小学生ですから、ね、おいこの料理酒の中に、これを入れてなんか動きを鈍らせるらしいです。酔うってことやな。酔うってことやな、多分。エビも酔うんやな。まあ先に弱いからな、多分こいつら。へえ。肝臓ないしな、多分。なるほどね。おら！おい、エビに切れんなよ。出まうぞ、おら、お前。エビに切れんなって。元気やな、でも。すごい。おー、出る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 。すげえ、マジで酔っ払ってる。手一本抜け、あ、でも手一本抜けてる。え？うわ、ほんまや。あ、これをあげるってことですか？そうですね。もうそのまま。大丈夫ですか？もう大丈夫ですよ。いきますね。もうバッて。めっちゃ跳ねそう。あったあったあった。うわ、すげえ。丸まってる。いいねをしとる。すご。普通にエビのなんて言ったらいいの、素揚げというか、その辺で取ったとは思えんな。ついに完成したな。でこれ塩でいただきます。マジでうまいんかな。いいや、うまいと思うよ。でもさ、その労力に対しての量がその少なすぎん。いや、すいません。いただきます。こっから食べよう。